皆さん、こんにちは。フォークボールの神様と呼ばれ、かつては中日ドラゴンズの監督も務めていた伝説の投手杉下茂さん。そんな杉下さんが先日都内の病院で亡くなったと報じられました。97歳でした。杉下さんは90歳を超えても中日の臨時コーチを務め、若手投手にフォークなどを教えていました。そんな杉下さん、実はかなり壮絶な野球人生を送っていたり、すごいエピソードも多いのです。そこで今回は杉下さんの実績や凄さ、エピソードについてご紹介していきます。1925年9月17日にこの世に生を受けた杉下さん、実家は大きな中華料理屋さんで、父親が大の野球好きという家系に生まれました。その影響から兄とよくキャッチボールをし、この時は兄が投手、杉下さんが捕手として野球をやっていたそうです。その後、小学生の頃に野球部に入って、最初は捕手だったものの、次の試合から投手に転向。高校では一塁手として起用されるも、身長が高かったことから投手としても起用されます。ですが当時は肩が弱く横投げの選手で、あまりいい投手とは言えなかったそうです。そんな杉下さんを変えたのが、なんと手榴弾投げでした。当時は第二次世界大戦の真っただ中で、杉下さんも高校卒業と同時に入隊。野球経験者という理由だけで中隊対抗の手榴弾投げ競争の代表選手に選ばれたそうです。杉下さんは肩が弱いなんて言えず、どうにかして遠くに投げるために投球フォームを上手投げに矯正して、必死に遠投を練習したとのこと。その結果、肩が強くなり、コンテストは見事優勝したというとんでもないエピソードがあります。杉下さんは戦場にも出陣しており、1945年には中国に出征。なんとか生き延び、1946年1月に帰国。帰国後は社会人野球のいすゞ自動車へ入社し、投手として起用。初の対外試合でいきなりノーヒットノーランを達成するなど、凄まじい成績を上げました。その後、戦争で中止となっていた東京六大学野球リーグが再開すると、杉下さんは明治大学へ入団。しかし当時の監督の練習がいい加減なもので、肩を壊してしまいます。このようにハードな練習をこなした杉下さんですが、明治大学球生専門部での3年間を終え、そのまま学部3年間で進学するかプロ入りするかで迷った杉下さんは、結局1949年に中日ドラゴンズへ入団。この時プロ野球は発足したばかりの時期で、野球を職業にするのは不安定だとして、家族からの反対が多かったそうです。しかしその反対を押し切ってプロ入りした杉下さんは、プロ初登板となった1949年4月3日の台南海ホークス2回戦で初勝利を挙げると、対東映フライヤーズ戦では封印していたフォークボールを用いて、昭和の大スター大下宏さんから3打席連続三振を奪うなど活躍。同年は右肩を痛めるも8勝を挙げ、1950年からは1955年まで6年連続20勝を含む9年連続2桁勝利を記録しました。結局杉下さんは金田さんと投げ合って全勝を収め、金田さんは対中日ドラゴンズ戦で1勝7敗と大きく負け越す結果となりました。また1955年5月10日の試合でも金田さんと投げ合い、1-0の僅差スコアでノーヒットノーランを達成。この試合で杉下さんが許した走者は四球のみの準完全試合でしたが、その四球はくしくも金田さんに与えたものでした。試合後、球審を務めた円城寺充さんから杉下さんへ、すまんかったの、あの四球となった金田への高めの球はストライクと言ってもよかったと声をかけられますが、杉下さんは後年、ストライクゾーンが広い現代なら文句なしのストライク、高低は球1個分以上、左右も半分は違うと述べています。また1957年8月21日の試合では0-1で敗戦投手となりましたが、
その試合で金田さんは完全試合を達成しています。この勝負は1950年代の名勝負として今も語り継がれています。その後杉下さんはプロ8年目で通算200勝を達成、そしてプロ10年目が終わった時に中日から選手兼任監督の申請を受け、これを受諾。しかし監督に専念したため選手としての出場はなく、チームの若返りに注力。就任1年目は2位に輝きますが、翌年は5位に低迷し、杉下さんはオフに毎日ダイエーオリオンズへ投手コーチとして訪問。その際に現役復帰を提案されたため、オリオンズで現役投手として復帰します。しかしわずか4勝しか挙げれず、杉下さんはこの年で現役を引退。通算215勝の成績を挙げ、現役生活を終えました。余談ですが、中日時代には211勝を挙げており、これは2012年に山本昌さんに抜かれるまで球団記録でした。引退後、杉下さんはコーチや監督を務めますが、コーチはともかく監督業はあまり向いているとは言い難く、選手からも不満が飛び出したりと非常に苦労したそうです。ただ教えるのはうまかったようで、自身の代名詞であるフォークボールを何人もの選手に教えています。杉下さんは日本プロ野球で初めてフォークボールを投げた選手として有名で、フォークボールの神様と呼ばれています。その杉下さんが最初にフォークボールを伝授したのは、あの生卵好きで有名な坂東英二さん。プロ野球選手としては決して手の大きい方ではない坂東さんがフォークボールを習得したことは、杉下さん自身も印象に残ったようで、1975年に読売ジャイアンツの投手コーチに就任後、江川卓さんに投げ方を指導する際には、わざわざ坂東さんを遠征先に呼び出し、フォークボールの握り方を見せてやってほしいと頼んだといいます。また村山実さんなど、1960年代から1970年代にかけてフォークボールを武器に活躍した投手の大半は自身の教え子であるとテレビ番組で発言、野球界の発展に大きく貢献しています。ただ杉下さんにとってフォークは神様、川上哲司さん用のボールで、試合ではほとんど投げず、ここぞという時に投げていたそうです。本人は直球勝負にこだわっており、フォークに固執せずカーブなども交えて投げていたそう。ただ引退後の自著では、現在のフォークボーラーのようにフォークボール中心の投球を行っていれば、それ相応の成績が残せていたかもしれないと回想しています。杉下さんのフォークボールは現在の一般的なフォークボールとは異なり、球が全く回転することなく左右に揺れながら落ち、いわゆるナックルボールに近いもので、調子の良い時は3段にわたって振れながら落ち、打者の手元でさらに2段階にわたって落ちたといいます。打撃の神様と呼ばれた川上哲司さんが、ボールの縫い目が見えた、捕手が取れないのに打てるわけがないというほど変化が大きく、またあまり投げなかったものの、こだわりは非常に強く、オールスターなど他球団とバッテリーを組む際には絶対投げない、投げ方なども教えないなど、現役時代は情報が外に出るのを徹底して防いでいたそうです。このように引退後、数々の名投手にフォークを教えた杉下さん。1996年以降は中日ドラゴンズの春季沖縄キャンプに毎年参加し、90歳を超えても臨時コーチとして投手の指導にあたり、椅子に座らず直立不動で選手の投球を見守る、年齢を感じさせない立ち振る舞いにファンも驚きを隠せない様子でした。しかし2019年頃より肺機能が低下し、2022年6月には間質性肺炎と診断され療養。そして2023年6月12日、肺炎のため東京都内の病院で死去。97歳でした。戦争を体験し壮絶な野球人生を送った杉下さん、近代まで野球の発展に取り組み、かつての教え子たちがこの世を去る中大往生しました。今ではプロ野球でも主流となったフォークボール、これからもフォークボールの始祖として名前が残り続けるでしょう。
杉下さんのご冥福をお祈りします。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。